Design your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan.5月26日金曜日、時刻は夜8時を回りました。こんばんは、ファンタスティックスの中島聡太です。坂東沙耶香さんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン。今から1時間、僕中島聡太が生放送でお送りします。よろしくお願いします。今週も生放送でして、今ブースのところでは沙耶香さんが来ていただいております。しっかり思いをつないで、楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。はい、今週もね、生放送でお送りしますよ。まあ、前回はまさかの名前を噛んで中島宏太と、そのね、名前間違いから始まったんですけども、まあ本当にあの遠足シーズンで、修学旅行シーズンかな、でさっきも新大阪着いたんですけども、めちゃくちゃ学生だから、それこそ修学旅行でちょっと団体で動いてる皆さんがいてですね、あの僕ああいう皆さん見るのすごくテンションが上がるタイプでしてなんか懐かしいなっていうのと、いやバクバクしてんねんだろうなとか、こうあれ修学旅行なのにすごいテンション低く歩いてるなとかなんかね、そういうのを見てて、まあ人間観察が趣味っていうのもありますけど、ワクワクして、あとそれこそその僕があの学生で修学旅行とか遠足とか行ってる時って、先生ってめちゃくちゃ大人に感じたんですよ。なんか自分たちはもう友達といて、で先生がこう印刷してくれて大人だなと思ってたんですけど、さっき見た時に多分僕と同い年とか、もはや僕より下のこう方々が先生としてこう何十人とかを束ねて歩いてるのを見て、まあ自分も年取ったんだなっていうのと、やっぱあの年でああやって結構大変じゃないですか、こう公共の場でこう生徒の何人かをこうしっかりと束ねながら、こうでもそれもこう教育じゃないですけども、いろんなところを教えるっていう凄さをさっきね身にしみて感じまして、まあこういろいろメールでも送ってくれる先生やってて結構しんどいですとか、こう難しいんですっていうねメッセージもいただくんですけども、あれを見るとね、力強く心強くかっこいいなと改めて感じましてですね、皆さんも頑張って、そしてまあ生徒の皆さんはとりあえず楽しいと思いますんで、あ楽しんでほしいなと感じました。はい、そしてアリーナツアーに向けて準備はいい感じですかというね書いてるんですけども、アリーナツアーが6月10日から始まりますんですけども、今日も先ほどメンバーと全員でしっかりと全投資をしてきまして、今回もねほんと盛りだくさんですよ。まあ今回は7月10日と11日かな、あじゃあ違う、7月6日違う、なんす大阪ね、あの大阪城ホールでも4号ですね、7月4号ごめんなさい、大阪城ホールでもありますんで、本当に夢に見た、僕も大阪出身なので本当に素敵なね場所でできるということで、皆さんも楽しみにしていてください。僕中島聡太がお送りする DYFF のレギュラーコーナーは We Can Do It。 あなたが今挑戦していることで相談したいこと、悩みだったり不安なこと、メッセージ送ってくだされば、僕があなたのジャンプアップをサポート、しっかり応援します。メッセージ採用されたあなたには番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼント。投稿は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリックです。メッセージの最初に We Can Do It 宛てメッセージと書いて投稿お待ちしております。もちろんコーナー以外の普通のメッセージもお待ちしております。今週は前回もやったんですけども、質問をやっぱりどんどん答えて皆さんと一緒に話していきたいなと思うので、今日も質問を募集しております。いろんなこと、細かいこと、もう何でも大雑把でも大丈夫でございます。質問をたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。それではデザインはファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン、オープニング曲はですね、まあ本当に気分よくテンション上げて、まずこの曲から行こうかなと思います。それでは聴いてください。マックスドラジでカフェイン。お送りしたのはウカスカジーで勝利の笑みを君とでした。 FM802 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップ、 DJ は中島聡太です。大阪南森町から生放送、音楽を通じて人々に希望を届けるプロジェクト、モデルナミーツミュージック、僕中島聡太がアンバサダーを務めています。それこそ2日前モデルナミーツミュージックアンバサダーとして僕が参加したイベントはですね、東京味の素スタジアムで開催された2023 J リーグ YBC ルヴァンカップグループステージ第5節 FC 東京対セレッソ大阪戦、
この試合はモデルナ mRNA カレッジデイと題し、メッセンジャー RNA テクノロジーを楽しく学んでもらう mRNA カレッジの発足を記念して行われました。僕中島颯太はですね、試合前のキックイン、そしてハーフタイムには元日本代表 FC 東京クラブコミュニケーター石川直弘さんとのサッカー話を交えたトークショーで参加しました。いや本当にね、夢に見たすごく貴重な経験をさせていただきまして、あの試合前のキックイン、これはね本当もう小さい頃からサッカーやってたんで、あそこにこうピッチで選手の皆さんと同じ目線でいるだけでもテンションがすごいことになってるんですよ。でそれも含めてキックインを、こうキックインって知らない方はですね、こう試合前に選手の皆さんがこう入場されて、そして並んで、であのピッチの外から主審の方にこう足で蹴ってそのまま始まるっていう、こうキックインがあるんですけど、それをやらせていただきまして、本当に幸せでした。こう段取りのリハーサルの時ではちょっとゆっくりめにやってたんですよ。だからちょっと心構えできるなと思ったら、本番始まったらもう選手の皆さんが入っていったら、あもう行ってくださいって言われて、もうほぼ後ろを歩くぐらい、もうその時点であこんな早いんだってなったのと、でポールを取りまして置いたらもう蹴ってくださいって言われて、そこもねちょっとあもうこんな早いんだっていう、そのねちょっと緊張もありましたけども、もうほんと心込めて蹴ったらめっちゃ硬くてですね、ボールがこんな硬いんだって、全驚きがありまして、でもしっかりと蹴らせていただきまして本当に幸せでした。何よりもあとそれこう自分の同級生かな、ずっとサッカーやってて今もサッカーとか審判とかもやってる子がいるんですけども、その子がたまたま中継で試合見てたらソータ出てきて、でまさかのキックインしたんだよみたいな、でハーフタイムも喋ってびっくりしたっていう連絡が来て、そうやってね見てくれてる方もいらっしゃいましたし、初めて見た方もいらっしゃると思うんですけども、本当にとても貴重な経験でした。そしてハーフタイムにはね、石川直弘さんと、そしてそれこそ大吾さんともね一緒にハーフタイムショーで喋らせていただいたんですけども、そのハーフタイムで喋った後にこうバズーカで客席というかスタンドの皆さんにこう T シャツをプレゼントするという企画があって、その時に FC 東京の皆さん、サポーターの皆さんの方行ったらめちゃくちゃ温かくて、もう中島くんとか颯太くんっていうめちゃくちゃ手を振ってくださり、まあ、写真とか動画も撮ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。その温かくてね、本当に男性も女性も皆さんこうこっちこっちとか頑張ってねっていうのを、最高の笑顔をいただきまして、本当に幸せな時間でした。メールも届いていまして、ラジオネームゆうちゃんさん、颯太くんこんちゃこんちゃ、今週の YBC ルヴァンカップを見に行きました。キックインおめでとうございます。抽選は外れだったんですけども、久しぶりのサッカー観戦見に行けてよかったです。いい試合でしたね、本当に。ユニフォームを着る颯太くんめっちゃかっこいいです。ライブの時の颯太くんとちょっと違いますねどっちも大好きです。私は台湾人だけど今は日本に住んでいます。一番嬉しいことはサッカーが見れることです。サッカーは台湾でこんなに流行ってないです。試合もなかなかないです。あ、そっか、今回一緒にサッカーを見に行けませんか公開で結構なお誘いいただきましたけども、まあね、サッカーまたこう一緒に見たいですし、あと LDH でも LDH エスペランサっていうサッカーチームがあるんですよ。でアキラさんとも話してましたけど、いつかねサッカー試合をしてて、それを皆さんに見に来てほしいなっていうのも計画立ててるんで、皆さんよかったらそこでも来ていただいて、それこそ僕も見ててねサッカーめちゃくちゃやりたくなったので、いつかやってるところも皆さんと一緒に見ながら、そして僕たちをやりながら楽しんでいけたらなと思います。貴重な経験ありがとうございました。それでは次はですね、僕たちファンタスティックスの曲を聴いてください。それでは聴いてください。ファンタスティックスで Easy Come Easy Go。 お送りしたのはモデルナ・ミーツ・ミュージックのキャンペーン楽曲 Easy Come Easy Go でした。僕がモデルナ・ミーツ・ミュージックプロジェクトのアンバサダーとして参加した2日前のルヴァンカップ、先ほどもお話ししましたが、この試合はですね、モデルナ mRNA カレッジデイと題し、メッセンジャー RNA テクノロジーを楽しく学んでもらう mRNA カレッジの発足を記念して行われました。
開設されたばかりの mRNA カレッジホームページにはですね、メッセンジャー RNA についての動画を見ていただいて7問のクイズに正解すると、どなたでも無料で mRNA カレッジのメンバーに登録できます。僕もですねこの映像を見てそしてそのクイズに挑戦したんですけども2択で簡単に答えることができてですね、まあ、ちなみに1問目は問題がこの mRNA の読み方はというで A がムルナ B がメッセンジャー RNA または mRNA でもちろん答えは B、こんな感じですね。この本当にその映像が分かりやすくこれを、まあ、2分半ぐらいですかね見てるのと見てないのと全然こう理解も違いますし、皆さんもこのクイズに答えていただいて mRNA カレッジのメンバーに入っていただいてですねそして、まあ、ホームページアクセスしてみてください。よろしくお願いします。それでは質問が届いていますんで読んでいきたいと思います。ラジオネームキーさん、ソータくんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。私は今小学校教員として働いていて今は5年生の担任です。そろそろ夏休みに行く林間学校の準備をしなきゃなと思っているところです。ソータくんは小学校の時に林間学校はありましたか？またその時の思い出など教えてください。僕ね林間学校って言ってたかなっていうのはあるんですけども小学校の時行ってましたね。こう小学生でみんなで今先ほどねスタッフさんとも話してたんですけども関西の子たちはここ行くんじゃないかなっていう八伏高原っていうところを言っていただいたんですけども何分ね名前まで覚えてなくてここだったかな。でもウッド調のとこで寝たのは覚えてなんか木で作られたところで寝てたんですよ。あとねそのカレー作ったのはめちゃくちゃ覚えててでも本当に楽しかったなってこうみんなでカレー作ったりとかなんか初めてな感じですよね。林間学校とかってその小学生でみんなで行ってみんなで親から離れてこう単独行動っぽいことをするっていうのもそれこそ先生はね相当な準備と覚悟とこういろんなところが必要だと思うんですけども何分楽しいという思い出がありますんでキーさんもね頑張ってください。はい、メッセージもう一つ。エリリンさん、ソータくんこんにちは。こんにちは。明日ミートザワールドビーツに参戦します。久しぶりの野外フェスでとっても楽しみです。いいな。ソータくんはフェスに行ったことありますか？というか明日来ませんか？いつかファンタスティックスをフェスで見られる日を心待ちにしています。いや、フェスというフェスがっつり行ったことないんですよね。めちゃくちゃ行きたいんで多分ねないんですよね。ライブとかアーティストさんのライブとかはあるんですけど野外フェスとかそういうのはね多分ないのでめちゃくちゃ行きたくていろんなこと調べてるんですけどスケジュールが本当に合わなくてでやむやむこう映像だったりとかで楽しんでるんですけども野外フェスめちゃくちゃ気持ちいいですよね絶対。でね出るのも推したいですしいろんなアーティストの方を僕いっぱい聞いてるんで野外フェス行きたいなって。そしてもう今声出せるんですからねこう一緒に歌ったりとかしたいなっていう思いでいっぱいでございます。エリリンさん明日楽しんでください。はい、ということで次の曲はですねこう皆さんに聴いてほしい曲で持ってきたんですけどもこの方すごいですよ。2003年6月生まれということで全然年下19歳なんですよ。でも本当に才能に溢れていてですね16歳の時にイギリスロンドンで行われたエレキギターの世界大会に出場して100人を対象とする審査を勝ち抜いて優勝して世界一に輝いてですねあと楽曲も歌声もすごいんです。メロディーラインプラスこう楽曲を作るところで他にもブルースのポップスを作ったりとかこうバラードも歌えるしこうかっこいい曲も歌えるこの方のね楽曲をもっともっとたくさんの方に知っていただいてこうコアな方は多分たくさん知ってらっしゃいますし802のリスナーの方も知ってる方多いと思うんですけどもっともっとねたくさんの方に聴いていただきたいなっていう思いで今回選んできました。それでは聴いてください。森大和でお手手つないでデザイン Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Moderna Japan。ファンタスティックス中島壮太がお送りしています。このコーナー行きましょう。 We can do it! We can do it! We can do it!
ここからは We Can Do It コーナーでございます。あなたが今挑戦していることで相談したいこと、これから頑張りたいことで悩みだったり不安なこと、そんなあなたのジャンプアップをサポートしっかり応援するコーナーです。今夜セレクトしたメッセージはまずはこちら、ラジオネームティナーソチャーさん。私が応援してほしいことはピアノのオーディションです。小中の約8年間ピアノを習っていたのですが、高校に上がると同時に忙しくなり離れてしまいました。なるほど。高校3年生の今、コロナも落ち着き合唱ができるということで、高校で伴奏者の募集オーディションが開かれることになりました。挑戦したい気持ちはあるけれど、習っていた当時ですら同級生より上手くなかったのに、3年のブランクもあるため不安と自信なさから挑戦したいと周りに言えません。どうか颯太くんに背中を押してほしいです。ポジティブのお裾分けお願いします。なるほどね。合唱コンクールみたいなことですよね。合唱コンクールで絶対そのクラスに1人伴奏者がいるので、そのオーディションを挑戦したい。これね、僕もね、幼稚園とかその小さい頃からピアノやってて、中学の時かな、伴奏者誰するみたいな時に、そのクラスに昔からピアノをやってる子が僕と2人いたけど、全員がそんなに長くやってなかったんです。でどうするみたいな、ちょっと僕もね、まあ、デシャバリじゃないですか、皆さん知ってる通り。でこれちょっと出てピアノしたらかっこいいんじゃないかな、で、まあ、好きだしやろうかなと思ったんですけど、その僕もねブランクがあったんで、ちょっとまあ皆さんの思い出もあるし、ちょっとやめとこうかなって言って、僕はねこう行かなかったんですけども、でも絶対ね、3年8年間もやってるじゃないですか、ティナソチャさん、絶対できると思いますし、こう人ってその短い期間でも本気で練習したりとか、本気でめちゃくちゃとことんやれば絶対できるようになるんで、あの自信持って挑戦してほしいなと思います。あとそのそれを見てる方も、うわ間違えたとか思わないと思いますし、もっともっと頑張れとか、うわ間違えた間違えたみたいにバカにする人は絶対ないと思うんで、もう自信を持ってですね、不安もあると思いますし、緊張もね、ピアノって本当緊張しますよね。僕もライブでピアノの演奏ありましたけども、毎公演普段緊張あんましないですって言っときながら手ブルブル震えるし、ピアノってねこう何にも変えれないこう緊張があるんですけども、終わった後の達成感とか、それこそこのオーディションをやって学生の時にあの難しさを乗り越えれたなっていう思いが多分残ると思うんで、一歩踏み出す力をぜひぜひこのなんかメッセージをきっかけにでもこう頑張ってほしいなと思います。頑張ってください。はい、ラジオネーム食べることが幸せさん、We can do it ってメッセージありがとうございます。最近ファンタとソータ君を好きになった東大阪住みのファンタローです。ありがとうございます。ファンタを好きになってから音楽よりもラジオを聞く機会が増えて、寝るときやお風呂に入るときもソータ君のラジオを聞いています。ありがとうございます。質問なのですが、私は人見知りで会話を広げるのが苦手で、会話を広げようとするとつい自分の話ばかりしてしまいます。一人でラジオをしているソータ君は初対面の人と会話するときどうやって距離を縮めますか？アリーナライブの練習大変だと思いますが、体第一で頑張ってください。おー、ありがとうございます。でも最近ね聞いていただいて、でもね、まあ、初対面の人自分の話ばかりしてしまうってね書いてますけども、聞き上手って結構大事なのかなと思うんですよね。こう質問したりした時にいい反応、なるほどとかで、その共通の趣味を聞いた時に、あ、僕私もやってますとか、僕もやってるんですよで広げていくっていうのがまああるのと、僕はねその人のことを本当に知りたいと思いすぎて、もう好きになりたいで、好きになってほしいっていう一心でですね、初対面の人にはこう声かけたりとか笑顔で話すんですけども、そこかなと思いますね。自分の話ばかりしちゃいすぎるとちょっと相手はこの人結構来るなってなっちゃうと思うんで、まず聞き上手になってみようかなと。でもう溜めて溜めて、もうこれぞっていう時に一個だけいいのを送って、こう私もこれがあるんです、みたいな、相手をその会話もあったんだっていうのをねこう一気に持っていけばすぐ仲良くなれるのかなと思います。でも喋れるっていうのはすごいですよね。自分のことばかり話せるっていうのはなかなかそういうことなので、これ絶対どん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 友達増えると思います。ぜひね音楽もこのワイヤレスイヤホンでたくさん聴きながら、聴いていただけると嬉しいなと思います。ラジオとかもねよろしくお願いします。はい、今夜のですね We Can Do It コーナーを締める曲は、まあ、笑顔になってほしいなと思う一心でこの曲を選んできました。それでは聴いてください。ダニエル・スカイでスマイル。
中島聡太の DYFF。 質問たくさん届いております。ラジオネームみゆかさん、聡太くんこんばんは。こんばんは。最近暑くなってきましたが、今年の夏にしたいことはありますか？また忘れられない夏の思い出とかあったら教えてください。いつもファンタの曲聴いて元気もらってます。大好きです。ありがとうございます。暑くなってきましたね。明日も暑くなるんで皆さんね、気をつけてほしいんですけども、夏にしたいこといっぱいありますよね。まずバーベキューとかしたいですね。こうお昼ぐらいからメンバー集まってバーベキューして乾杯とかね、絶対最高じゃないですか。早い時間からできたらね。あとはね、忘れられない思い出、夏ってお祭りとかも夏ですよね。お祭り、僕ねケイトとお祭り行ったのがラストなのかな。だからそれこそ多分どんどんコロナ禍も落ち着いてきてお祭りが開催されていくと思うんですけども、お祭りは行きたいですね。ちょっと今年は、あとね、何分その人が多いとこすごい好きなのでもう混んでても本当にすごい好きなんですよ。人がこうワイワイしてて楽しいなっていう感じがすごい好きなんで、今年はお祭りで楽しみたいなって、メンバーで行ったりとかして、いろんなこうスーパーボールすくいとか食べ物とかも食べて楽しみたいなって思います。あとそれこそフィルムカメラ最近ハマってるんで、お祭りとかめちゃくちゃ映えそうだなと、エモそうだなと思うんで、メンバーと行っていっぱい写真撮ろうかなって思っております。浴衣で行くのかな。でもプライベートで浴衣で行って、ソータ君ですかって言われた時にちょっと恥ずかしくないですか？なんか恥ずかしくはないか、恥ずかしくはないけども、なんかちょっとは、うちはソタ君張り切ってますねって言われたらちょっと恥ずでもなんか行けたらね、ちょっといいなって、ロケとかでも行けたらいいな、なんかのロケとかでも。でも浴衣ね、めちゃくちゃ映えますし、こう皆さんも浴衣ね着てたりとかする。あと写真集、それこそちょっとね強引につなげてますけども、写真集でも浴衣着てるシーンがあって、そのソタ本写真集重版いたしました。ありがとうございます。この前解禁になりまして、重版ということで、皆さんがこう発売してから1ヶ月も過ぎてるんですけども、それでもどんどんたくさんの方に買っていただいたおかげで、このタイミングで重版が決定しまして、もっともっとたくさんの方に届いたら嬉しいなと思います。ラジオネームみほさん、ちょっと一行だけですいませんね。そうたくんはこれから挑戦してみたい一人まるまるはありますか？私が今挑戦してみたいことは一人カラオケです。なかなか勇気が出ないので応援してくださると嬉しいです。一人カラオケは僕めちゃくちゃ行きますよ。この前も一人で行って、もうほんと最近っすよ、一人で行ってずっと歌ってて。一人カラオケ最初はね緊張するし、受付とか緊張するんですけど、入ってみたらね楽しいんで、ぜひぜひ行ってみてください。あとこの前初めて一人旅行ってきました。カメラが趣味なんでカメラ持って、もうね場所も言っちゃいます、箱根に結構行きましたよね。東京から箱根に一人で行って、いろんなとこ回りながらゆっくりして、昼から温泉入ってサウナ入ってゆっくりしてカメラたくさん撮って帰ってきました。まあちょっとね緊張もしましたけども、皆さんぜひ一人結構リラックスしながら楽しめるんで行ってみてください。それでは次の曲行きたいんですけども、こちらの方々先ほどお会いしまして、お話も少しだけさせていただきまして、めちゃくちゃ、あと僕昔カバーさせていただいた曲です。まず一回聴いてもらいましょうか。それでは聴いてください。スキマスイッチで奏で。お送りしたのはスキマスイッチで奏ででした。この曲はですね、一度番組でピアニストの清塚信也さんが、ピアノを弾いてくださって、そこで僕が歌うというめちゃくちゃね貴重な経験で、歌わせていただいたこともあって、そこから清塚さんともすごく仲良くさせてもらってですね、そのめちゃくちゃいい曲でして、今回かけさせていただきました。そんなスキマスイッチさんはですね、明日万博記念公園で開催される FM802 野外コンサート、 FM802 Meet the Worldビート2023に出演します。特に暑くなることが予想されますので、明日ご来場の皆さんはホームページを見て注意事項をご覧になってからご来場ください。まあそれこそライブだけでなく、いろいろお出かけの皆さんも体調管理しっかりしながら楽しんでください。よろしくお願いします。お送りしたのは玉置浩二で名前のない空を見上げてでした。デザインはファンタスティックフューチャー、レッツジャンプアップ、サポーテッドバイモデルナジャパン、ファンタスティックス中島聡太が1時間お送りしてきました。ラストナンバーは玉置浩二さんでしたけども、本当にね
いいですね玉木さん。これも一人カラオケで一人で歌ってました。まあまあそれは置いといてですね、玉木さんの曲いっぱいあるんで、前もサーチライトをかけたかな。で、まあこれ以外にもねたくさんの曲あるんですけども、今日は名前のない空を見上げてという、いい曲を最後に流させていただきました。はい、ということでもう1時間終わりますね。早いんですよね毎度。もっともっと話したいし、こうたくさんの方のリスナーの皆さんの質問も答えたいんですけども、今週も最後まで聞いていただきありがとうございました。そしてバトルオブ東京コードオブジュニアエグザイル、ライブがあるんですけども、埼玉スーパーアリーナと、そして京セラドームも今回からあります。大阪来ました。これは絶対に来てほしい。本当に全チーム見れますし、最高のエンターテインメントです。そのこの BOT のですねチケットがなんと今日の23時までなので、皆さんぜひぜひ応募してください。よろしくお願いします。本当にもう絶対盛り上がるんで、こう後悔は絶対させないので、皆さんぜひ来てください。 FM802 この後夜9時からは高木梨沙さんのロックキッズ802です。そしてですね、もう一つあったのでちょっとだけ読みます。ラジオネームひとはさん、そうたくんこんばんは。私は最近そうたくんが標準語を話す機会が増えたことがすごく寂しく感じています。質問じゃなくて申し訳ないのですが、今回の放送だけでも大丈夫なので、一度ゴリゴリの関西弁ラジオをやってみてほしいです。なるほどね、確かにいつもゴリゴリなんで、いつかその1時間もゴリゴリの関西弁でお届けするちょっと週を作ってみますね。もうずっと突っ込んでるみたいな状況でやろうかなと思うんで、それも楽しみに待っていてください。はい、僕中島聡太とは来週金曜日夜8時ここでまたお会いしましょう。そして表紙をやりましたヌメロ東京も今日発売なので、皆さんチェックしてください。ということで今日もありがとうございました。バイチャー。5回